京風のモトクロスビレッジからこんにちは。この日風がすごい強くてね、もうね疲れちゃったんだよね、この日ね、前見えなくて。ちょっと今は、この前の赤いウェアのライダーの前の97番の CRF の人を追いかけてるわけですが、あのねすぐ後ろにつこうと思ったんだけど、なんかうまくいかなかったね。間に入られてしまった。そしたらもうこんだけ差がついてしまうわけですよ。これね、相手はね、俺がついていってることを気づいてないからね。全然気づかないからね、これぐらい間空いちゃうと。バトルじゃなくて、ただ俺が遠くから見守ってますみたいな状態になっちゃうんだよね。まあ、そんなことは気にせず、向こうもまあ一生懸命走ってるだろうから、こっちも一生懸命走って追いつけるんだったら追いつきましょうね。追いつける気があまりしない。まずはこのガジェットかな、どうしようって感じ。すごい危ないね、リアから着地したね。幸いここでこう入られたので、ちょっとお邪魔するんだって。この日がまた路面が難しいね。パッサパサのモフモフの、なんかもうちょっと上げただけですぐツルンツルン滑るしさ。で今んとここう前の人は1分フラットで走れてるね。いいね。ほとんど1分1秒だけど、まあフラットなことには変わりはないから。フープスの進入速度が遅いね、もうなんかね、なんかね、やる気を失ってるね、そんな気がするんだよね。実際やる気な、ちょっとなんかね、なんかね、97番さんが視界になかなか入らないし、風がめちゃくちゃすごいし、なんかね、うまくね、この日はすごいなんかね、ちょっと嫌なことがあってね、全然違うことで、ちょっと、へこんでましたね。風がね、すごいの、風が。もう、たまにね、前見えなくなるのね。怖い怖い。お、59秒8秒だった。いいですね。59秒台をキープして、あ、そう、さっきの右コーナーをね、今回はすごく、スムーズに回れるように認識したの。もう他はもう無理だと、やる気しねえと。なので苦手なところは苦手なところだけちょっといつもとやり方を変えて、意識を変えて走って、まあその練習になればいいやと。あ、ちょっと近づいたかな、97番さんにね。このままこのまま向こうが誰かに引っかかってくれれば追いつくかも。ちょっと頑張ってみましょうかね。あ、1分、ちょっと微妙だね。このつなぎの、あ、なんだろうな、進入からアクセル開けるまでのつなぎがちょっと遅いんだけど、走りながら、あ、俺遅えなって思ったんだけど、なんかね、うまくできなかったんだよな。ここはなんか、この右コーナーは今回すごくちょっとスムーズになった気がする。ちょっと意識をちょっと変えただけなんだけど、なんだでしょうね。いいですね。あとはね、この日はここの加速をちょっといつもこう頑張ったつもりだったんだけど、こう GoPro でこうスピードが出るからね、いつもよりこうスピードが出てれば、あ、いいねって思ったんだけど、今こうしてみると全然いつもと変わんねえんだよな。なんだろうな、意味ねえのかな、気持ち頑張ったんだけど。さてまた1本フラットで行くわけですが、実際この日はね、かなり路面が難しいような気がするから、まあもうタイムは1本フラットが出るなら良くないけど、まあしょうがないかなと。ベストは59秒の前半だからね、まあこんなもんでしょう。ここはちょっとスムーズになった気がする。こっからね、なんか全然タイムスピードが
全然乗らないのね。もしかしたら向かい風でスピード落とされたのかな。昔っぽでレースやった時になんかアクセル開けても全然風に押し戻されて加速できねえっていう時昔あったな。2月はね風が強いから嫌だね。春の嵐ってやつは1分2秒だね。もうなんかちょっと良くないかな。どこが今そんな遅かったの。1コーナーのアウトに行ったあたりかな。何せねリアが送ってくんないんだよね。滑っちゃってそういう路面がすごく苦手で、そうなるともう全然こうタイムが出ないね。あ、もう進入速度43キロとか出てます。やる気なさすぎですね。フープス進入やる気なさすぎ。いつもに5キロぐらいなんですね。5キロってこれ絶対このラップも遅いじゃん。絶対遅いじゃん。アウト行っちゃうじゃん。なんかもうダメじゃん。3秒に近いようなのがやだ。まあ、でもまあどんどんタイムが悪く、97番さんもはるか先に行ってしまい、なんかもうどうしたんだろうね。やってらんないね。ここも石がすごい多くてね苦手だけど、それはみんな同じ条件だから文句言ってもしょうがないんだよな。もっと綺麗に走れないものか。加速がとにかく下手くそすぎる。ここなー、さっきのジャンプのとこ頑張ったつもりだったんだけどな、全然スピード出てねえんだな。悲しくなっちゃうな。何が悪いんだろうな。アクセル開けるだけなんだけど。はい、1分1秒。はい、お疲れ様です。うまくいきませんでしたね。また次回頑張りましょう。